知らんけど、この一文垂れ下がったのチャレンジしたいと思います。いきます。よし、いけいけいけ、あれ、いったんちゃう、ほら、あれ、いったんちゃう、ほら、ほら、ほら、え、ちょっと待って、マジで、いやマジで、え、おかしくね、ちょっともう一回いきます、じゃあ取っといて、じゃあ今いったんだって、いったよな、これえ、こんなんさ、ずるくね、マジで、あのどこまで伸びるか分からんよ、え、なんなんおい、あー下すぎ、おい下すぎたね、もう一回、あと2回、これはずるいわ、おいおい、¡Gracias!
でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ、先ほど話したんだけど、これ幸せ屋の小袋して130円入ってます。酔い覚ましに自動販売機で缶ジュースなど飲んでくださいってことで130円。袋はクーポンになってて、3枚で生ビールとかジュースとかありますから、安住圭司。こういうことやってるのは日本全国ここしかないということで、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、あと NHK も取材に来てます。23年間で2500万以上サービスしてみたらここしかないということで、酒場放浪記の吉田瑠衣さんとか、何でも家庭団の中島清之先生が来て言ってます。五円玉サービスしてみたら日本全国いっぱいあるそうです。客さんにはここしかないと。幸せになってほしいということで、はい。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 なんか猫の動画上げてるだけで伸びるらしいですよね、 YouTube 見ますよね。でも可愛い動画の YouTube、外に置いといたらパソコン超冷たい。何で外に置いた？電波が外のしか繋がらんて冷たい。とりあえずボイシーしました。あ、それはいい。アヌストの前のこの線もいらない。アヌスト前は煽りがありますね。煽りもうやってる。ナウネバーですね。ナウネバー。ちょっと新曲と何でしたっけ、サードフォームのやつ。椎茸正解ですね。椎茸正解です。うん、うまくない。揚げシューマイすげえ好きなのよ。俺も好きです。お好き、はい、いいよね。どうしよう、温かいスープってもらえますか？
この動画上げ、なんか揚げ餃子と揚げシューマイはこの給食のみんなですね、給食で。どうぞ。食いかけが抜群すぎる。ケンちゃんってエビを食べた時に知ったの、うん、エビがダメだって言ったの、うん、この子6年生の時、その時どうなの、早くて帰って喉が、なんか喉の奥がブツブツできてるような感覚、うん、見てないから分かんないんですけど、多分そうなると思います。なるほど。あ、みんなシフト嫌いなんですか。うん、全然。これ2は作るんだよね。はい、2は作るんだよね。はい、全然足りない。俺的にはシソが一番うまい。シソどれ、真ん中の。高級車に頼むの忘れたのは致命的な打撃だね。付け直しになるね、これね。付け直し。何の付け直し？え？付け直し。付け直し。何だろう、何？餃子から餃子に。ずっと食べてると、すっきりするよ。開けてくるんで、梅干し食べてるみたいな感じで。付け直し。シソですね。シソが？すぐにこうなくなったな。この前に山形2日目のような。はい。お皿もらう？マジか。先にいい。どうぞ。じゃあ強制的にかな。うわ、ナルトを久々に見た。今ナルトがもうなくなってるって聞い、知ってる？知らない。ラーメン屋からナルトが消えてってるって。なんで、まあ、なんかわかりますね。その入って見なくない？もうナルトが存在価値がねえって証明された。そうですね。なんか他の入れてくれよって感じですね。でも入れてくれた方がね、安心するけどね。でも、うめえですかね。うん、これ並び一緒ですか。同じです。椎茸ですね。やばせよ。大田のこの匂いって一日ぐらい残ることってあるんでしょうか。明日何かあんの。何もない。当たってるじゃん。特にない。おい、この人もうきついんだろ。まだインプラント。え？まだインプラント。まだインプラント。まだインプラント。うちのめっちゃ腹減っとったやんな、俺ら。はい。ケンちゃん、車の中でお菓子食ってましたね。え？お菓子食ってましたね。ポテチ。すいません。車もらってるんで。はい。
ちら。緊張するんだよ。倒れそう。食べ物で遊ばない。ケンちゃんに入れたとね、まずいじゃん。あ、違えた、やったったぜ。どうしたの。あ、やばい、初めて買いました。嘘つけ。ザザ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 。鼻の下だけファンで取れてそう。よっしゃ。何それ。聞こえたの。全然気づかなかった。いや、タッチする2秒前ぐらいですね。絶対今で一緒に取れました。やろうと思って行きました。嬉しかったよ。最上桜劇場、さようなら最上桜劇場、ちょっと待ってください。私持ち気合いなすって言っているよ。いいんじゃないかな。だって俺、隠れが嫌いなやつこの世にいないってことか、いるもんな。暑いですね。暑いですね。お疲れ様です。この階段辛いな。目の下すごいけど。これで何もね。可愛いもん。
ストレンジャーザーフリック。何がおかしいか分かるか。さっき見てたっけ。ケンちゃん。ストレンジャーザーフリック。このギター何がおかしいか。何がおかしいか。あ、なんですかこれ。なんか面白いですね。パッと見わかんない。わかんないもん。シャンシャンシャン。あ、こいつちゃう、全然ちゃう、ちゃう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 ドラゴンクエストが天空の花火、ちゃう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 一生言うときない、早速ね。ライブ、10分俺ね、眼帯してると一発でつけれないんですよ、マジで。くぜ、これ横からですよ、ここもうちょい近いのか。ん？えちゃん。もうちょい前ってこと？ん？あれついてない。ん？うん。卵すんのも一苦労ですよ。今日アベノロックタウン。なんか客席最前とこれぐらい空いてるから街だけ落ちましたけど。今日は落ちても、ね、大丈夫なんだ。サブステージみたいな紋章したから。1位でした。あれ、シュウさん、さっき俺のライターどこやりました？